VTuber のフィジカルナンバーワンを競う番組、VTuber 体力テスト、フィジカルが強い V は誰なのか選手権。初回スペシャル放送を記念して、番組開始まで、勇敢喫茶アニマーレ、ハニーストラップによる、取り下ろしの前哨戦特別映像、握力測定大会の様子をご覧ください。ちょっと運動系の過去の記憶はすべて記憶喪失になっているんで、わかりません。はい、初めてです。自信ですか？そうですね、普段からよく凶器を握ったりすることは多いので、握ることには慣れてると思います。よし、本気でやっていいですか？じゃあ本気でやります。じゃあ右から、せーの。まあ、結構、これ結構すごくないですか？16、結構いいじゃないですか？これ優勝じゃないですか？悪くないですよね。ちょっと初めて出たかも、こんなに。せーの、うわー、16ですね。一緒です。声はあんまり関係ないみたいですけど、声出しても出さなくても変わらないですね。はい、同じです。これ多分優勝あるんじゃないかなと思います。私ちょっと記憶喪失ってさっき言ったんですけど、遠い昔のことを思ったら左多分7とかだったので、多分倍ぐらいになりました。優勝候補です。まあ頭がいいことはみんな私のことをね、知ってると思うんですけれども、今回は運動もできるということを、運動もできるということを見せつけていこうかと思います。まあ小さい頃からは、まあ学年一の運動音痴とよく言われてたんですけど、最近はスポーツジムなんかにもね、通ったりしてちょっと運動に目覚めつつあるので、まあ申し訳ないんですけど、もう多分みんな私が運動音痴を期待してると思うんですけど、今日は取れ高とか一切無視で本気でやっていきます。よろしくお願いします。普段ね、コントローラーばっか持ってるから、これもコントローラーみたいなもんでしょ。パトラに任せて。うわぁ、もういっぱい。あ、もういいのこれ。まだやんの。見てください。これは、29？ に、はい、29です。ないんだっけ？とにかく、ライバル店のお迎えには絶対負けないんだからね。ないです。でも結構握力が強くて、ゴリラって言われます。10は超えたいと思います。怖い。こんなどう読めばいいですか？ 22！ あはい、どうしよう。
22です。ちょっと思った以上に硬い。まあ妥当って感じですね。今日はですね、アニマーレ私以外のみんなをボコボコに殺そうと思います。よろしくお願いします。はい、平均が28ということで30を目指して頑張ります。はい。いきます。はい、これ本当？7。これ行きます。ない。あ、9。上がった。上がった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 。9。まあちょっとまだ封印してる力がまだ解き放されてないかのような感じですね。はい、そうですね、これからの種目で頑張ります。今回は体力測定ということで、シャルの力ある感じを見せつけたいと思います。そして何より得意な柔軟性をしっかりと見せつけれるように頑張ります。いやー、ちょっとあの周りでやや人がいて緊張してるんですけど、まあちょっとあの女子平均を超えていこうと思います。はい、28です。いや無理じゃないよ。無理じゃないよ。いきます。え、いけたんちゃう？え、やばい！ 28！ え、やばい！やばい！私1いけるわこれ！どうしよう！どうしよう！いきまーす。せーの、ナナシちゃんのバカー！ちょっと待って、やばい。減ったわ。25になっちゃった。あ、ありがとうございます。いやー、まあ当然ですね、1位狙ってますんで当然だと思います。あの、私小学校から高校、まあ今ですね、高校今まで、あの陸上をねずっと続けてきてますので、まあ今回はアニマーレハニーストラップの皆さんには絶対に負けないという気持ちでね、1位を狙ってねやっていこうと思っております。よろしくお願いします。いやー、最近猿のゲームをしてるんでね、今ここに猿の腕力を読み起こしてみせますよ。おやーよいしょ。あれ、1、2、23、いい感じ。はあ、もう無理。はあ、もう無理。せーの、ふーったい。はー、29。いや余裕ですよ。いやいやいや、多分ね、私今一番の自信ありますね。いやー、今日のためにね、2日間もね禁酒してきましたから、体力バッチリです。頑張ります。今日のために2日も飲酒じゃない、あ、もう一回いいですか。飲酒しちゃダメだ、禁酒。12歳なんでね、ちょっとみんなよりは劣っちゃうかもしれないですが、頑張ります。よし、はい。これどれぐらいですか？
28です。ギャース、アニマルファイター。はい、29。やったまあこれが若さの力ですかね。すいませんが若さの力ですね。まあこれ手袋っていうハンデもありながら29も出してるんだね。29センチ、よろしくお願いします。はい、29kg 出してるんでね。はい、今回は余裕で勝てる気がします。みんなごめんね、今日は勝っちゃう。ごめんね、バカだけど。バカチューバーはビリだったけど今回は勝つ。いつもこちらの機械は壊してしまうんで使い捨てなんですが、僕の後は今日はいないみたいなんで、ま、存分に壊させてもらいますよ。メモリが読めない。お、26らしいですいやでも足りないっすね、これは完全に。よし、下がったわ、23 ま、いい感じに手を抜かないとこの世は渡っていけないっていうことを知っているのでね、いい感じにさせていただきましたよ。どうも。体力テストということでね、こんなところに僕を召喚したことを後悔させてやりますよ、よろしく。ちなみに、お医者様呼んでくれてます？今日って。